江戸皆さんこんばんは。今回はですね、今となっては貴重なこちらのバグシビックを使いまして、シティ2をですね暴れ回っていきたいと思います。まあこれですね、ちょっともう僕ちゃんとバグシビックが効いてるかっていうのを見に行ったんですけども、まあ500馬力ですね。でまだバグったままでございます。もうこれ今はですね作ることはできないかなと思うんですけども、ファイナルの数が増えたということで若干ですね、イメージチェンジしております。このシビック、まあ結構もう皆さん見てるかなと思うんですけども、あでもこれ今考えたらちょっと後ろとかまだあれですね、シンプル気味ですね。まあいいか。まあ変わったところですね、まあこのルーフとかですね、もう全部びっしり晴れたんですけども、ちょっとまだ空いてるところありますけど、バイナルフルの文字は見てないんですけどね。まあ多分もうだいぶ130枚に近い枚数は貼ってあるんじゃないかなと思いますが、行きたいと思います。はい、やってきました。ではですね、いろんな立体駐車場のジャンプ台が設置されてますので、そのジャンプ台をですねいろいろ飛んでいきたいと思います。さあ行きましょう。はい、まずこちらのですね立柱から行きましょうか。じゃあこれまず屋上まで行きたいと思います。はい、出てきました。結構ですね高いですよね。何回になるんかなこれ、5回か6回ぐらいですかね。さあじゃあ、これですねこちら側向かって行ってみましょう。はい、スタンバイできました。じゃあ行きたいと思います。マンクルこれでいいですよね。後ろアングルで行きます。さあ溜めております。ゴー。さあ来ました。さあ来ました。おーすごいすごい。おーお、綺麗に、あ、綺麗に着地した。お、凱旋門です。凱旋門出てきました。うわ、ヘッドライトが、ヘッドライトがエグい。さあ、止めたい場合はですね、前後にやりましょう。やばいやばいやばい。やばい、おーっと、待っていく待っていく。さあ、この場合は、まあ、結構安心ゾーンですが。ダダダダ、あー！止まれ。OK、止まりました。はい、第1ジャンプでですね目がおもろいな、目が。はい、おお、ちょ、グラグラしてるぞ。はい、第1ジャンプで、両方のですね、テールライトがですね、なくなりました。そして、左の前がすごいへこみまして、右のヘッドライトがビヨンと伸びたという感じになっております。じゃあ次のですね、立柱いきたいと思います。はい、続きましての立柱はですねこちらですね。もうこちらちょっともう見えてると思うんですけども、ここジャンプ台があります。これはですね、一応場所としてはここですね、このまあもうほぼ中心の部分ここにあります。ではここ行きましょうか。さあ、ここはこっちからですね登ることができますね。うわすごいなこれ。はい、ここはですね屋上がまあ低いような感じでございますが、ですね、はい、ありました。あ、こういったらまっすぐ行けそうですね。じゃあ行きますよ、行きますよ。ちょっとどうしようかな、アングル変えた方がいいかな、このアングルの方がいいですかね、行きましょうか。まあちょっと変なアングルになる可能性もあるんですけど、こっちの方が面白そうなので次こっちで行きたいと思います。行きます。さあ溜めております。溜めて溜めて、おおいいねいいね、おおおおおおすごい、めっちゃな、オッケー、おお、はい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 。さあ、ではですね、じゃあ次の立柱行きましょう。
はい、次の立地はですねこちらですね。これは場所としては、まあ、さっきとあんま変わらないんですけども、こちらにも、立地がありまして、まあ、ちょっとこれも見えてますがこちらにジャンプ台があります。では行ってみましょう。運転がですね大変ですからね、ラグシルはこういうなんか通常時の運転が、まあ、2速とか3速で固定して運転するのがいいかなと思うんですけども、ここもですね結構回数ありますね。はい、屋上来ました。ありますねジャンプ台。まあ方角としてはさっきと同じようなところに行くんかなと思うんですけども、ちょっとこれ縁石がありますので縁石に当たらないようにここら辺から行きましょうかね。ここら辺ちょっと曲がる感じか、ちょっと怖いですけどこれで行きましょうか。はい、じゃあちょっとこれ曲がる必要があるのでこの背後カメラで行きたいと思います。さあ行きましょう。さあ溜めております。ゴー、いけ失敗です。これ戻れんのかな。うわちょっと待って、お動いた動いた動いたやばいやばいやばい、どうしよう。あ、もういけない。おお、すごい跡が残ってますね。ちょっとじゃあ難しいのでまっすぐ行けるラインで行きましょうか。これぐらいで行きましょうか。これで行きましょうか。よし、行きますよ。さあ、溜めまして、おっ、何、あさっきのところに来ましたね。はい、なるほど。てか思ったんですけどバグシリやったら登ってる部分でなんかいけるんじゃないかなと思うんですけどね。いや例えばこっち側の駐車場の場合であれば結構その登っていくための坂が長いので、これをですねジャンプ台にできるのではないかという話ですね。ちょっと行ってみましょうか。ここかな、ここですね。はい、ここから行ってみましょう。さあちょっと面白い場所に飛べばいいんですが、行けそうな気はしますけどね。どうかな、ちょっと短いですかね。ちょっと短いかもしれないですが行ってみましょう。ゴー、おい、できた、できた。あ、なるほどね。はい、まあ、ちょっとですね面白み、おお、はい、ではここからですねシティ2、思う存分走り回っていきたいと思います。さあここから行きましょうか。ゴー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 、いけ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 、あ、いいぞ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 、あ、いいっすねいいっすね、うお、とん、うお、どこやこれ、こういうのに沿わせるといいですよね。おお、
おお、すごい。おお。おい、どこ、なに、落ちた落ちた。えっく、ちょっと待ってこれ。やばいやばいやばい。おい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 。これはハンドルがもうないですね。もはやハンドルがございません。はい、ということでですね、ちょっとこのシビック、ボンネットがですね、まずもうほぼほぼ外れたような感じになっておるのですが、ちょっとですね、今回なぜか、まあ、バンパーは、全部綺麗に残ってるのですけども。これはちょっともうハンドルが完全になくなりました。ハンドルがございませんね。でもうメーターとかもですね、あのなんかキロメートルとか書いてますけども、もうすべてぐちゃぐちゃですね。これはすごいですな。まあ後ろとか席見てみるとですね、ちょっと、まああのすごいなこれ、シートまで歪んでますね。なんかこれどうなってんの、なんかシート、シートまで歪みます。なんかちょっとどうなってるのかあんまわからないですけども、シートとかですね、もうドアとかもう全てがもうぐちゃぐちゃですね。あ、ない、あ、ありますね。あ、ハンドルありました。すごいな、中から見てもすごいですねこれ。一応ハンドルありますね。ただもうここまでダッシュボードに埋まってしまってるので、もう多分ですね、この車から出ることは不可能かなと思われます。はい、ということで今回の企画いかがだったでしょうか。バグシビですね、ちょっと、まあ、持ってる方は少ないと思いますけども、まああのジャンプだけやったらですね、こんなバグシビじゃなくても全然飛ぶことはできるので、日中のですねジャンプ台でちょっと飛んでみて、あの遊んでみてはいかがでしょうか。どうも今週ありがとうございました。高評価チャンネル登録よろしくお願いします。